はい、こんにちは、タートルです。今日は開脚ができるようになるためのストレッチをね、紹介します。結構ね、ストレッチの動画実際いっぱい載ってます。いっぱい載ってて、あとはビフォーアフターでね、終わった後にこれぐらい柔らかくなってますっていう動画とかあるんだけど、ストレッチをした後なんだから必ずね、柔らかくなってるのは当たり前です。ですが、ストレッチした後柔らかいのはもちろんなんだけど、それがね、毎回維持できるかっていうと、ストレッチした後とする前、した後は柔らかいけど、また次の絶対ね、体硬くなっています。というのはですね、まずストレッチをするためのコツがつかめないと、体はある程度の位置から絶対柔らかくなりません。もちろん筋肉がない女性とかはね、柔らかいのは当たり前なんですけど、男性も女性もある程度ね、運動したり筋トレしてる人は体がどんどんね、硬くなってしまいます。なので今回はストレッチを教えるんですが、コツを教えます。なのでね、必ず最後まで見てください。じゃあまずね、やってみます。今回ですね、この開脚ができるようになるためのストレッチを紹介するんですが、ストレッチの前にやってほしいことがあります。そっちにまず行きます。ストレッチの前にやることは、まずね、ストレッチの前って股関節をね、ストレッチする前にやること、まず股関節を動かします。膝をぐるぐる回します。まず内回しをしましょう。内回しをぐるぐると、ある程度ね、足が疲れるまで、まあ、20周ぐらいやったらいいと思います。この時に手すりがあればもっとやっていいです。で、左足のバランスは、体重をね、どうかけようがあまり気にしないでください。あとはお尻がですね、膝を回すんですが、お尻を回さないように、股関節を回すように意識してください。これをできるだけ大きく回します。大きく回すんですが、体が反ってまで回したら意味がないので、体はまっすぐで股関節を回しましょう。で、疲れてきたら反対に回します。結構楽そうに思うんですが、結構これきついです。ももが疲れてくると股関節がね、疲れてきますんで、そしたら反対側に行きましょう。反対も一緒です。まず内側に回します。で、お尻が動かないように、お尻はまっすぐのままで、股関節だけを動かす感じでいきましょう。で、疲れてきたら反対に回します。はい、そしたら今度開脚のストレッチに入ります。はい、いきます。今の少しした運動で股関節が少し熱くなっているのを感じると思います。この状態でやっていくのが大切です。そしてまずいきなり開くんではなくって、まずはね、かかとをしっかり引き寄せて、つま先を持ってですね、膝を揺らします。徐々に股関節を伸ばしていきます。そしたら今度はですね、体をしっかり胸を張って、おへそを床につけるつもりで体を前に倒します。この体を前に倒す時の呼吸は、息を細く長く吐きます。で、最後の最後に気持ちため息をつく感じの時に、はーって息を吐く時に、ふーっと体が柔らかくなります。で、今度は足を広げていきます。まずは8分目まで広げます。この状態でですね、左手はまず腰で、右手は前、体はまず左に行きます。今度は足と同じぐらいの斜めに手をついて、体を横に倒していきます。で、今度反対も行きます。右手は腰で、左手を斜めについて、体を倒す感じは、肩を膝に当てに行く感じですね。肩を膝に当てに行く感じで体を倒します。ここで初めてね、足をしっかり広げます。はい、そしたらですね、ここからがポイントです。さっきと同じように、今度はまた斜めに右手をつきます。で、左手は腰です。で、これで少しまず伸ばします。できれば右の肘を曲げていく感じでいきます。そしてこの時にですね、今度は左手でももを触ってみましょう。体が硬い人はももが硬くなってるはずです。このももをちょっと左手で揉んで、柔らかくなった時に体はふーっと行ったことない領域まで行きます。なので筋肉が硬くならないように、左手でももの力が抜けているのを確認しましょう。反対も一緒です。左手をまずついて、まずは右手は腰です。で、体をしっかり右に倒していきます。はい、今度は右手でももを触ります。で、ももが硬くなっていると思いますが、このももがね、柔らかくなった感覚をしっかりつかみましょう。筋肉は柔らかくなっている時に伸びます。そして温まっている時にも伸びるんですが、温まってても力が入っていてはね、筋肉は伸びないんで、ストレッチをしても少しはいきますが、そっからいきません。
ポイントは筋肉が柔らかくなっていることです。温まっていることよりも柔らかくなっているかどうかが大切です。しっかり自分のももを触って硬くなっていると思うんですが、柔らかくなっているかどうか確認をしながらストレッチしていきます。で最後は前に行きます。これも前に行くんですが、手が余ってると思うので、この手で足の力が入ってないかを確認します。で、もし足に力が入ってるかどうかすらわからなかった人は、ももにしっかり力を入れてみましょう。ぐっと力を入れて、そしたら抜けた時に抜けてる感覚を気づけると思います。しっかりもも触って、力が入ってるかわからない人はぐっと入れて抜く。そして抜く時に体はふっと柔らかくなりますんで、それでですね、ストレッチをしてみてください。お疲れ様でした。ポイントとしてはですね、ストレッチをした後はもちろん柔らかくなるんですが、筋肉が硬くなっていても、柔らかくなったとしても限度があります。それ以上柔らかくするには、筋肉の力を抜くコツをつかめないと、体は全く柔らかくなりません。運動後にストレッチして柔らかいとしても、朝には硬い。しっかり伸びて柔らかくなったなと思っても、また翌々日とかには同じぐらい硬くなってます。それではあんまり前に進まないので、コツをまず掴むことによって、日々毎日一歩ずつ柔らかくなっていきます。なので、しっかりね、筋肉が柔らかくなっていることを確認できるかどうかがポイントです。ぜひやってみてください。体が柔らかくなる。もちろん股関節がね、柔らかくなることによって、ストレッチ、下半身のむくみ防止にもつながりますし、あとは可動域が広がるので、太ももやお尻のトレーニングをした時に動く幅が広がりますので、しっかりね鍛えることができます。ぜひやってみてください。太陽が沈む前にチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。タートル TV でした。